堅実に攻め、派手に輝け、女子プロゴルファー吉本ひかる。今回は学生時代のあだ名がひかであり、エグザイル系のライブに行くのが好きなひかるちゃんを紹介する。吉本ひかる、1999年2月25日生まれ、滋賀県出身、血液型 A 型、身長152cm、体重 53kg、 所属マイナビ、契約ミズノ、ブリヂストン、サマンサタバサ、ネクスト、不動産ショップ中実、一生金属。9歳の時、両親から勧められたことがきっかけで姉と共にゴルフを始めた。小さい頃、プロになると父親に言わされていたと話す。ゴルフを始める前は水泳を少しやっていたが、すぐやめた。運動自体は得意でもないけど不得意でもなく、練習に比例して少しずつ結果が出てくる。小学5年生の時に出場した全国小学生ゴルフ大会女子の部では2位に入った。さらに翌年も出場し3位タイとなった。2011年中学1年生では関西女子アマチュアゴルフ選手権で35位、関西ジュニアゴルフ選手権で8位など、全国大会には出場できなかった。2012年中学2年生では6月の関西中学校ゴルフ選手権では2位に入り、全国大会の出場権を獲得、結果は28位タイで終わる。7月の関西ジュニアゴルフ選手権は2位に入り、日本ジュニアゴルフ選手権女子12歳14歳の部の出場権を獲得、日本ジュニアでは7位に入り健闘する。また世界ジュニアゴルフ選手権にも日本代表として出場し13位となる。2013年中学3年生では関西女子アマチュアゴルフ選手権で17位タイで日本女子アマチュア選手権の出場権を獲得、予選を25位タイで通過し、マッチプレーに進出したが初戦で敗退し、ベスト32となる。関西ジュニアでは5位タイ、その後の日本ジュニアでは9位タイに入り、2年連続トップ10に入った。6月の関西中学校ゴルフ選手権は1位、その後の全国大会では20位タイ、12月の関西中学校ゴルフ選手権では2位タイ、翌年3月の全国春季大会では9位タイという結果に。関西大会で安定して上位に入り、全国大会の出場も増えてきた。また2年連続で世界ジュニアゴルフ選手権の代表選手として出場し6位となる。少しずつ成績を残せるようになり、この頃から本格的に職業としてプロゴルファーを目指すと決めた。2014年高校生、滋賀県にある滋賀短期大学附属高等学校に進学する。進学後も関西大会では安定して上位に入る。主な成績は関西女子アマでは8位タイに入り、その後の日本女子アマにも出場したが、2日目に27位タイで惜しくも予選落ちとなった。関西ジュニアでは11位タイとなり、全国には出場できずに終わる。その他、6月の関西高等学校ゴルフ選手権では3位、その後の全国大会では10位タイ、12月の関西高等学校ゴルフ選手権では優勝した。翌年3月の全国春季大会では16位タイ。2015年高校2年生では関西女子アマ、関西ジュニアのどちらも優勝した。その後出場した日本女子アマでは予選を通過したが、マッチプレーでは初戦で敗退し、2年前と同じくベスト32で終わる。日本ジュニアでは26位タイ。その他、6月の関西高等学校ゴルフ選手権では3位、全国高等学校ゴルフ選手権では14位タイ、12月の関西高等学校ゴルフ選手権は13位で全国には出場できず。また12月からはゴルフアカデミー中島で練習するようになり、プロ入り後も支持している中島としまさの指導を受ける。2016年高校3年生の主な成績は関西女子アマで3位、その後の日本女子アマでは3位タイと結果を残す。関西ジュニアは2位、その後の日本ジュニアでは13位タイで終わる。またステップアップツアーに出場し、ルートインカップ上田まる子グランビリオレディースで史上4人目となるアマチュア優勝を達成する。後にこの優勝をターニングポイントと話し、ひかるちゃんに自信をつけた。2017年高校卒業後、6月に最後となる日本女子アマに挑むも5位という結果に終わる。7月にはプロテストを受験し、7位タイで一発合格する。翌日に89期生としてプロ入りを果たす。そしてデビュー戦の北海道明治カップでいきなりトップ10入りの7位タイでフィニッシュ。次のニトリレディスでは28位タイ、日本女子オープンでは予選落ち、スタンレーレディスでは15位タイと
十分な結果を残す。ステップアップツアーにも4試合に出場、トップ10に3回入り、そのうち10月開催の日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントでは優勝を飾る。ステップアップツアーで通算2勝目を記録した。天候の悪い中、最後まで集中力を切らさず最終パットでバーディを決める。賞金で自分へのご褒美にティファニーのピアスを買った。プロ入り以降、抜群の安定感を見せた。しかし12月の QT では51位であり、順位を上げきれないで終わる。2018年は JLPGA ツアーには19試合出場したが、昨年の安定感はなく予選落ちが続いた。最終的には13回予選落ちとなった。トップ10には8月のキャットレディースで6位タイのみ。ステップアップツアーには6試合に出場、予選落ちはなく、トップ10には2回入る。最高順位は昨シーズン優勝した日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントで6位タイである。リランキングは6月の第1回目で51位から59位に、9月の第2回目では54位という結果であり、全体を通してあまり調子が良いシーズンではなかった。それでも12月の QT では21位に入り、翌シーズン前半戦の出場権を獲得した。2019年は36試合に出場、予選落ちは9回、トップ10には8回入り、昨シーズンと比べて大幅に成績を上げた。最高順位は4月の KKT 杯バンテリンレディスオープンでの2位である。7位スタートの最終日、後半3連続バーディで追い上げるも、1位とは1打差であと一歩優勝に届かなかった。さらに翌週の富士山系レディスクラシックでも2位タイに入り、2週連続2位を記録する。4月の時点での賞金は2500万円を超え、シード権は確定したと言ってもいいほど。最終的に賞金は4000万円以上稼ぎ、ランキングは28位に初のシード権を獲得した。 QT ランキング21位で始まったシーズンだが、6月の第1回リランキングでは4位に、9月の第2回リランキングでは5位とフルシーズン出場し、飛躍の1年となった。序盤から好調が続き、優勝が近いと言われていたが、結果的に未勝利で終わる。2020年は13試合に出場、6月の開幕戦アースモンダミンカップは予選落ち、次戦の8月の NEC 軽井沢セブンツーゴルフトーナメントも予選落ちという、昨シーズンの勢いはなく幸先の悪いスタートとなった。13試合中7回予選落ちという結果で、トップ10は伊藤園レディスで8位タイの1回のみ。2021年は前半は予選落ちが少なく調子を上げてきたように見えるが、後半は予選落ちが増え、最大で6連続予選落ちとなった。最高順位は5月のリゾートトラストレディスの6位タイと、6月の宮里藍サントリーレディスの6位である。トップ10に入ったのはこの2回である。賞金は2700万円ほどで、ランキングは62位となった。メルセデスランキングは64位で、2年連続シード権獲得とはならなかった。12月の QT は38位となり、前半はおおよそ出場できるだろう。リランキングで順位を上げて、中盤以降もガンガン活躍してほしい。2020-21 シーズン終了時、これまでのツアーの生涯獲得賞金は7,917万3,298円。最高賞金額は2019年の4400万円ほど。2018年と比べ大幅に増加している。何度もトップ10に入り、上位で戦ったことが飛躍のシーズンとなった要因である。2020-21 シーズンにまた落としてしまっているが、それでも2700万円ほど稼いでいる。2016年高校3年生の時、ステップアップツアーのルートインカップ上田まる子グランビリオレディースで、史上4人目となるステップアップツアーのアマチュア優勝を達成した。過去には2014年に堀琴音、2015年に荒垣ひなが達成している。試合は初日を単独1位で終え、2日目は3位、最終日にスコアを伸ばして逆転優勝を飾った。試合後は、一打一打集中してやれば結果はついてくるかなと心がけてやっていた。得意なアイアンショットも自信を持ってしっかり打てたと話している。しかし、アプローチのミスからボギーを出すなど、まだまだ課題も多く感じている。もっとショートゲームの精度を高めたいと、優勝を喜びつつも浮かれることはなく今後を見据えていた。その後、翌年の2017年にはプロテスト一発合格。さらにステップアップツアーの日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントでは優勝と、アマチュア優勝以降も地に足つけて力をつけてきた結果である。
同じ98年度生まれの中でも特に荒垣ひなと田中瑞希と仲が良いと話す。荒垣ひなと仲良くなったきっかけは高校1年生の時、試合でハワイに行き同じ部屋で1週間ほど過ごしたこと。その時に一気に仲良くなった。2021年3月のアクサレディス2日目で同組になり、インスタグラムで2日目ひなと同じ組最高でしたと投稿している。2人ともとても楽しそうに歩いている。この1枚にファンから仲良しなのが一目でわかる、2人とも可愛いです、この写真好きです、などとコメントが寄せられた。表情が全く同じである。過去の投稿には田中瑞希を含めて3人でディズニーシーに行った時の写真もある。また田中瑞希とは2人でエグザイルトライブのカウントダウンライブに行ったようだ。趣味が同じだと会話も尽きないだろう。ひかるちゃんには一緒にゴルフを始めた1歳年上の姉桃香さんがいる。ひかるちゃんと同じようにプロゴルファーを目指して頑張っていたが、2017年2回目のプロテストに不合格となり、プロになることを諦めてしまった。この年初めてプロテストを受験したひかるちゃんがなんと一発合格。小学生の時2人同時にゴルフを始めたが、成長速度は同じではない。桃香さんは後にすぐに妹の方が才能があることが分かったと話している。2017年のプロテストに不合格となり、プロへの道を自ら閉ざしてしまった理由について、気持ちが続かなかった、プロテストの空気感で心が完全に折れたと話し、現在はゴルフは趣味として続けている。またひかるちゃんのキャディを務めることもある。サポート役に回り、キャディ以外ではマネージャーのようにサポートしているとのこと。ひかるちゃんにとって桃香さんは心強い存在だろう。小柄なこともあり飛距離はあまり出る方ではない、本人も自覚しており、セカンドショットの精度を磨いて堅実なプレーで勝負していると話す。2022-11 シーズンはシード権を落としてしまったが、オフで調子を整えて来シーズンは優勝争いする姿に期待したい。黄金世代10人目の優勝者になることも十分に可能だ。ひかるちゃんの印象に残った試合とか好きなところをぜひコメントで共有してほしい。ちなみにひかるちゃんの名前の由来は当時流行っていた歌手の宇多田ヒカルから来ている。最初はカタカナでヒカルだったらしいが、ひらがなの方がいいとなりヒカルちゃんが誕生した。本人も気に入っているとのこと。それでは次回の動画で。